昨年まではちょっと結構はちゃめちゃというか、1種目あたり本当セット数も数えないぐらい、もう20とか。 20? 皆さんこんにちは、山本由伸です。今回はいつもより席が一つ多いということでですね、こちらトップフィジーカーの竹下竜平さんにお越しいただいております。本日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあ早速ですが、簡単に自己紹介の方をお願いします。はい、改めまして、バルクスジムで現在トレーナーをさせていただいております竹下竜平と申します。で、バルクスジムでトレーナーをしながら、フィジークという競技でコンテストに出場していまして、フィットネスワールドジャパンという団体ではクラス別で優勝、2022年の APF という団体でフィジークモデルというカテゴリーにおいて総合優勝、初代日本王者獲得しております。で、現在も、体作りをしながらトレーナー活動を行っております。本日はよろしくお願いいたします。このバルクスを代表する選手でありあのジムでもですね、もう予約満帆 で、ね、今竹下さんのクライアントになる人がいない、できない、追加でぐらいの活躍をしていただいている竹下さんなんですけど、はい、ちょっと一言言っていいですか。はい、竹下さん、はい、でかくなりすぎじゃないですか。だいぶでかくなりました。でなんか僕も最近書かれるんですけど、はい、竹下さん目の前にすると全部自信毎回なくて絞りよくて自信なくさせられて、でかくなったのが自信なくされて、めちゃくちゃでかいんですけど、はい、昨年あと一歩のところだった。そうですね、2位ですよね、オーバルで、ね、そうです、オーバルで2位というところで、はい、今年巻き返す。そうですね、もちろん淡々とやってらっしゃるんですが、はい、そこに向けてのいよいよ竹下さん進化の気合が入っちゃってるので、はい、進化に向けてのアドバイスってバルクアップとかについていろいろ相談を持ってきてます。はい、はい、そうですね、あの去年あの竹下さんの雄姿を、はい、コンテスト会場とかでも拝見しているんですけれども、はい、非常にバランスがいい。はい、ただバランスが良すぎるというのもありましてですね、はい、まあ、何が言いたいかと言いますと、はい、武器そうですね、まあ、ちょっと突出してバランスを崩すようなのだと良くないんですけれども、はい、まあ、もちろん背中とかも素晴らしいんですけれども、はい、そうしたですね、明らかな他の人と違うようなところがあるとさらに目立てるのではないかなと思いますので、はい、まあ、どこを武器にするかっていうのはその人によって違ってくると思うんですけれども、うん、はい、肩とか背中とかがまあフィジークですと非常に有効になってきますので、はい、まあ、バランスがいいからだと本当に減点法の審査だといいんですけれども、はい、もっと目立った人が勝つような審査もありますので、うん、そういう場合でも勝てるような体にしていくことが大事かなと思います。はい、ありがとうございます。僕もずっと近くにいて思うんですけど、バランスめちゃくちゃ綺麗で、なんかちょっとこういう言い方するともしかするとコメント欄にまた批判されちゃうかもしれないですけどザ・フィジークのあるべき教科書みたいな、はい、仕上がり、バランス、筋肉量っていうイメージの竹下さんなんですけど、うん、今の段階で言うと強いて先生がここが強いのとここがもうちょっとだなっていうなんかあるんですか。強い部分としては背中が非常にいいです。セパレーション、デコボコ感もかなりあると思います、うん、はい、で弱いところと言いますとちょっと難しいんですけれども、はい、背中が強い分もっと肩が良くてもいいかなというのはあるかもしれないです。もちろん肩もいいんですけれども、うん、さらにまあ背中と肩2つも武器があると強いかなとは思います。 でもまさに今山本先生のおっしゃる通りで、ジャッジからいただいたやっぱ内容が肩を強化していただいて、やっぱアウトライン、はい、フロントポーズの際のアウトラインをもう少し強くしてほしい、はい、横へのこうワイド感、広がりっていうところ、はい、それを強調できたらもっといいんじゃないかっていうところでいただいておりますので、まさに肩は本当に課題で今取り組んでるところですね、はい、じゃあ竹下さん、具体的に先生に今日相談されたい内容を皆さんの前で発表お願いします、はい、そうですね、僕が今足りないのはもちろん肩もそうなんですけれども、全体的なやっぱサイズ、毎年あのジャッジに見ていただいていただくフィードバックとしては、その仕上がりはもちろんすごく良くて絞りも素晴らしいんですけど、ちょっとあまり変化がないというフィードバックをいただくことが多くて、確かにその結構僕の強みとして年中こうある程度仕上がってるような体なんですけど、それってちょっと筋肉量を増やすのにはあまりあの適していなくて、やっぱりある程度脂肪が乗ってしまうのを覚悟してあの増量期に臨まないと全体的なそのボリュームっていうのは増やせないので、食事を増やした際にトレーニング頻度だったりとかトレーニング強度っていうのを今までそのあまり変えてきてなかったので、どのようにしてこう変えていったらいいのか、
そちらをちょっとお答えいただきたいです。はい、まず食事なんですけれども、はい、ずっとある程度ローファットでちょっと絞れた体を維持しているという感じだったと思いますので、はい、タンパク質と脂肪を思い切って増やしてみてもいいと思います。はい、まあ、ちょっと脂肪を増やすの怖いかなと思うんですけれども、 はい、そこでいい脂肪、はい、良質な例えば魚の脂肪ですとか、はい、MCT オイルとか、はい、あるいはトレーニング前にちょっと MCT オイルを入れる、エネルギーにするという感じだけでも違うと思います。はい、あとタンパク質をさらに増やすのも良いのではないかと思いますので、はい、まあ、全体的にプラス500キロカロリーぐらい、500キロカロリー、その500をタンパク質と脂肪でまあ賄う感じですね。はいはい、そうすると体脂肪増えないで筋肉量増量するのに、と思います。ありがとうございます。まあ、ちょっともし脂肪がつきすぎたなと思ったら、その時点でプチ減量すればいいと思いますので、あの、まあ、減量絞るのにはもう全然問題がないと思いますから、はいはい、カロリー増やしちゃっても全く問題がないかなと思います。ありがとうございます。そしてトレーニングなんですけれども、はい、今どんな分割でしょう。今もだいたい5分割、胸、背中、腕、肩、足、週6回で回してて、その週6回の最後のだいたい土曜日に片腕をこうなんか追加というかおまけでやる形ですね。じゃあ一つの場所を週1でやる感じ。そうですね、はい、それをですねちょっと頻度を詰めます。詰める、ちょっと弱いところをやる日をなくしちゃって、はい、5オン1オフ、つまり中5日で回していく感じですね。はい、そのようにちょっと頻度を詰めると伸びるんじゃないかなと。そうですか。思います。自分で試したりとか、あとクライアントに、まあ、指導したりしていても、やっぱり一つの場所を週1回というものとか、はい、あと軽い日をちょっと入れるだけというのはあんまり伸びないんですね。はい、それがガッツリやってちょっと頻度を、はい、まあ、詰めていく、はい、その方が伸びやすいというような、まあ、指導経験、あと自分の経験もあると思いますので、はい、ちょっとまあ試していただければと思います。はい、ありがとうございます。多分人によって自分のメインの種目何セット頑張るかってあると思うんですよ。うん、で山本先生から僕を教わった内容で言うと、去年にウォーミングアップサクッと終わらせて1か2セットだと思うんですけど、竹下さんって大体1部位に対して何種目、各種目何セットですか。ちょっともう昨年まではちょっと結構はちゃめちゃというか、あの1種目あたり本当セット数も数えないぐらい、もう20とか20? 結構もうオーバー、もうとにかく上がんなくなるまでみたいな。その回そのなんだ、あまりこう重量を追ってなかったんですよね。今年に入ってちょっと筋肉量が足りないっていうところで、やっぱり筋力と筋肥大ってやっぱ関係性がとにかくあの深いと思ってるので、たくさん食べてその出力を上げていくっていうトレーニング変えてから、1セット目のアップは入れないで3セットメインセットで3セットっていう形を取ってます。7分の1に落としたんですね。もうだいぶ削りました。関節とか問題はないですか。痛いところがあるとか。正直ちょっと痛いんですよ。もう結構痛くて、肩とかちょっと今すごく痛い状態です。はい、まあ、痛いところがないのであれば、はい、だいたい5、6レップスできる重量ですね。まあ、だいたい85から 90% 1RM でやっていくと、はい、まあ、これまでとは違う刺激が与えられるかなと思うんですけれども、はい、まあ、それも例えば痛くないところだったらできると思うんですよね。はい、痛いところはもうちょっと例えばネガティブを意識してちょっと軽めでやるとか、はい、うん、そういう感じでこれまでとは違うような刺激を与えていくといいかなと思います。はい、ではその重さだけではなく、そういう、まあ、ネガティブの局面であの刺激を変えてあげるだけでも筋肥大にはやっぱ効果的っていうところです。あの、実は竹下さんと今日撮影前に最近の話をしてて、はい、ちょっとまあお互いもあの初めて会った時より年を重ねてですね、ちょっと疲労とか関節の回復に時間かかるよねって話で盛り上がったんですけど、今先生がその一部ごとの感覚を狭めるって話をされたので、この場合例えばまさにちょっと痛むところ出てくると思うんですけど、肩がこの場合の頻度のコントロールはもう強度とかセット数、トレーニング量でコントロールすべきですか。これはですね、トレーニング量というよりは一番大事なのはやっぱり痛くない種目をやるということで、まあ、例えば今肩のこことなると、はい、まあ、二頭筋の長頭の腱炎かもしれないとは思うんですが、はい、まあ、例えば普通にプレスでやってここが痛いということでしたら、はい、パラレルグリップにしてやると痛くないとか、うん、あるいはもうリバースでやると痛くないとか、そういうですね、痛くない種目があると思います。はい、あるいは外旋してのバタフライだったら全く痛くなくできると思いますので、はい、バタフライで高重量扱うのは、まあ、あんまりやる
やる人いないと思うんですけれども、それは全然気にしなくていいですから、痛くない種目でまずこう重量を扱って、その次の種目で軽めの重量でしっかりとネガティブを効かせていくという感じですね。それはもう1日で重いのと軽いネガティブの効かせるようなトレーニングを混ぜちゃっていいってことですか？そうですね、自分のマンデルブローとかだと完全に分けるんですけれども、はい、怪我がある場合でしたらもう一緒にしちゃってもいいと思います、はい、それは。ありがとうございます。あと先生、ジムの現場で指導をされている方なので、はい、いろんな人を見ていて、その我々選手とか自分たちのトレーニングとしてはこうするけど果たしてどうかなっていうので、1個竹下さんが今回疑問を持ってきたので、はい、ちょっとそのご相談をぜひ竹下さん、はい、お願いします。一部位で週1で行っているという話なんですけど、はい、週2の方が肥大するという研究結果もあるようで、はい、でそれが高強度にしてしまうと時間がかかってしまいますし、はい、まあ、僕ちょっと今ありがたいことに多忙な状況 で、はい、で疲労の回復が難しい状態で、例えば胸の日の最後に肩を少しだけやる、で背中の日の最後に二頭ちょっとだけパンプさせる程度の刺激を与えてあげる、そういったのは筋肥大には有効になるんですか、ね、はい、これはさっきお話した通り、はい、あんまり意味がない。あ、意味がない。そのベンチの軽い日重い日分けるのは神経系の発達を狙ってるんですけれども、はい、筋肥大の場合だったらちょっと軽くやるだけというのはもうほとんど意味がない。意味がないですよね。あ、まあ、やって疲れるだけです、ね、なるほど。で週1より週2の方が効果的だっていうのは、まあ、もちろんそうした文献研究があるわけですけれども、はい、そういう研究ってだいたい一つの場所何十セットもやってないんですね。お、例えば胸だったらベンチプレスだけ、足だったらスクワットだけ。なるほど。ですので一つの部位のセット数でいうととても少ない、少ないトレーニング量の場合で週1より週2の方が良かったというの、そういう研究なんです。うん、普通のボディビルダーみたいに一つの場所10セットやった場合で週2回とかではない、はい、1回のトレーニング量をちゃんと調節して、はい、軽くやるだけではなくて、まあ、例えばこのメインの日はヘビーにやって、こっちの日はネガティブ重視で軽めにやるとか、そういう感じでその分セット数を減らしていく。うん、例えばまあ月曜日に胸をヘビーなベンチプレス、はい、ヘビーなインクラインフライとかやったとしたら、はい、金曜日に軽いのでケーブルクロス、軽いのでインクラインダンベルフライというような感じで、ただしちゃんとしっかりと軽いのでも追い込んでいく、使ってあげるっていうような感じですね。そうしていくとヘビーの日と軽い日で違う筋繊維使います、はい、同じ大胸筋でも違うところが使われる、はい、そうなりますと、まあ、周囲でやる意味が出てくると。おー、なるほど。ちょっと先生、暴論になってしまうんですけれども、はい、ベンチプレスの居上重量を上げるのに、ペックフライとかのハイレプス、はい、これってなんかその関与としては少ないんですかね？あまり意味がない。あまり意味ないですね。ベンチプレス、やっぱりベンチプレス伸ばす場合はベンチプレスをやらないとダメ。やらないとダメなんですね。なるほど。はい、ということで先生ありがとうございます。はい、ありがとうございます。こんな感じでですね、もうさらなる進化というか、さらに高みに上り詰めてきている竹下さんなんですけど、はい、せっかくなんで今日視聴者の皆さんに意気込みと目標をお願いします。はい、初戦が7月の6日、これがちょっと今まで僕が出場してなかった新しい団体のチャレンジになります。で、7月中にまた昨年ちょっと敗退してしまった APF、こちらにもまた再チャレンジさせていただく形になっております。で、昨年またこちらも出た山本先生も来てくださったレモンクラシック、こちらにも広島の方で本戦オープンフィジークで出場させていただこうと思っております。現在はそんな形ですね。去年ちょっと竹下さんがあと一歩の瞬間になったり、ね、会社としてもうわーってなったんで、はい、ちょっとねあの方を、はい、たいなと思います。いや、まだまだ多分すごい方がいらっしゃると思うんですけど、はい、そうですね、毎日そうでありますけどね、はい、そうですね、はい、本日は竹下さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。まあ、最後にですね、竹下さんの今年の目標というか、はい、今年出るコンテストのお話が出ましたので、はい、皆さんもぜひですね7月8月応援していただければと思います。はい、よろしくお願いします。はい、今回の動画面白かった、興味が持てたという方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。